1号艇の瓜生選手です。瓜生さん、5日間を振り返ってみて、初日の第1走目だけはちょっと合ってなかった、そんな感じじゃなかったですか？そうですね、初日1走目はもう完全に違うなと思ったんですけど、まあでも2走目3走目ぐらいからだいたい目処が立ってきて、まあ3日目ぐらいからプロペラも固まったっていうか、まあ、セッティングも固まりましたし、そして準優の時の足、この足というのはやっぱり5日間の中でも一番いい感じだったかなという感じがしますか？ですね、いや2日目の後半ぐらい意外と力強い感じもあったんですけど、まあ今日の準優に関してはたまたまあったような気も、前半はちょっとなんかずれてるなっていう感じがあったので、あ、なるほどね、まあ、たまたま気候があったのか、はい、ということはもうある程度調整というのは自分の中でこう分かってるというか。そうですね、まあちょっとその体感はずれるんですけど、まあ、スタートのしやすさであったり、その辺はまあ死んでないっていうかあるんで、はい、まあ、いいと思います。ということはもう自分の中でもう 90% は仕上がってるなというそういう感覚なんでしょうね。そうですね、まあ直線もいい人と多分一緒ぐらいでしょうし、まあ、出足に、たんまり出足に関しては合えば相当いいと思います。まあ1号艇ですから当然、まあ、インコースを取ってあとはスタートということですね。そうですね、はい。その辺のスタートというのは自分の感動にはいけてますか？今日も、まあ、まあまあいいゼロ台は行くなと思ったんで、まあ、ちょっと、まあ、信用できなかったからちょっと置いたんですけど、まあ感は合ってますね。わかりました、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。2号艇の郷原選手です。郷原さん、55号機評判機なんですが、はい、乗ってみてどうですか？はい、全体的にいいと思います。まあ、その中でもおそらく3拍子揃ってるかなと思うんですが、その中でも一番アピールできる部分の足は、行き足と乗りやすさですかね、はい。まあ、ピット払いでその辺も問題なしですか？はい、普通は行ってます。そしてもうほとんどこの5日間というのは大きな整備はしないままにここまで、はい、外回りだけで、あとはプロペラをちょこちょこやってます。ということは優勝戦に向かってもあとはもう回転調整というか、その部分、ね、調整だけですね、はい。2号艇です、はい。もう一応2コース戦かな、そんな感じでしょうか？そうですね、2コースから行こうと思ってます。この今の足を持ってすれば、あ、差しに仮に回ったとしても届くなというそのくらいの手応えというのはありますか？まあ、あとは僕の腕次第でしょうけどね、はい、そのくらいに足は仕上がっている、はい、ということですね、はい、はい、わかりました、はい、お伝えしております。3号艇の岩崎選手です。岩崎さん、このエンジンは前回チルト3度の沢選手が乗っていたんですけれども、やっぱりペラはかなり形が違いましたか？そうですね、はい。そしてもうおそらくまあ自分の形に叩き直したということでしょうけれども、何日目ぐらいから、あ、これはという感じになってきました、自分の足。まあ2日目ぐらいから2日目ぐらい、はい、これやっぱり伸びはやっぱりそれでもやっぱり強力ですか？強力かどうか分かんないですけど、うん、いいと思います。逆に言うと出足その辺の関係はどうですか？徐々に徐々に良くなってると思います。まあ重要の時、まあ、この足が一番良かったということは言えますか？そうですね、はい。ということはもうやり残したこともないかなという、そういうレベルの。そうですね、まあ、3号艇、まあ、ピット離れ、まあ、もろもろありますけれども、やはり参考線かなという。はい、スタート実際自分の感覚どうでしょうか？合ってますか？だいぶ合ってきていると思います。なるほどね、はい。ともかく攻めていってということになりますね。そうですね、はい、はい、わかりました、期待しております。4号艇の古澤選手です、はい。まあ、5日間走りました、はい。何日目が一番良かったですか？今日が一番良かったです、まあ、重量が一番良かったということでいいんですね、はい、どの辺がどういう具合に変化していて、行き足から乗りやすさが良くなりました。なるほど、はい、その辺がちょっとまだ不安な部分があったのが、はい、今日重量の時は全てがという。はい、もうバッチリでした、うん。ということはもう現状のこの60号機、はい、エンジンは引き出せてるなという感じでしょうね。そうですね、はい。ということは今日準優の足をキープして優勝戦へということですね。はい、ピット離れどうですか？まあ普通です。まあ4号艇ですから、まあ普通に考えて4カドかなということですが、はい、
その4角から行った時のそのスタート、はい、どのぐらいは行けそうですか？10は行きたいですね。最低10ですね、はい、できれば例外の半ばまではぐらいは行きたいということですね。全速、まあとりあえず全速では行きたいです。という行けば十分に勝負になる足になっているという、そういう見方でいいですね。はいはい、わかりました。はい、期待しております。はい、頑張ります。5号艇の三原選手です。36号機 31% の連帯率ですけれども、それ以上の感じではないですか？その 31% 以上の感じはします。まあ、例えば伸び型、出足型、その区分けしたらどちらの方の足がいい？そうですね、伸び型っていうか行き足が良くて、起こしてからのスタートの行き足がいいので、うん、それが全部レース足につながってるのかな。伸び上からにつながっていって全てにいい方向へということですよね。はい、まあ、優勝メンバーに入ってもかなり強力エンジンが揃ってるんですが、エンジン負けはないなという自分の中ではあるでしょう？あ、はい、あります。もうこれで何もせずこのままということですか？そうですね、エンジンは何もいじらないつもりです。ピット離れ、その辺を考えながらの5号艇何コース？もう枠主張で5コースでいきたいと思います。まあ、5コースからいったらもう当然脱線になると思うんですけれども、スタートの感は自分の中でつかめてますか？スタートは自分で全速で1回も行けてないんですけど、タイミングは中近辺を狙っていってるので、もうあとはもう全速でもう10を行けばという、まあそういう感じでしょうね。はい、そうですね。はい、わかりました。期待しております。はい、6号艇の川添選手です。川添さん、この45号機やはり出足の方がいいんですか？そうですね、出足はいいと思います。この逆に言えば伸びに関して言えばどうでしょう？そうですね、伸びも悪くはないですけど、うん、まあいい人にはちょっと分が悪いかなぐらいです、ね。はい、まあその中でも出足もありやし、その辺の足はかなり強力だよということで。まあ強力まではないですけど、うん、まあいい方だと思います。ということはもうワンランク上を求めて整備は考えますか？それとももう、いや、もうこんなもんだと思って、ね、はい。ピット離れ、その辺はどうですか？は普通にはいくと思います。まあ、6号艇ですけれども、一応前付けというのは考えますか？そうですね、まあ一つでもうちの方がいいんですけど、うん、まあおそらく6コースになるんじゃないかなと思います。はい、仮に6コースになったとして、スタートというのは自分の感と実際どうでしょう？ダッシュ戦、ダッシュはね、いまいち分かってないんですけど、うん、まあ一定締めは行きたいなと思います。はい、はい、わかりました。頑張ってください。はい。